JR 九州が西九州新幹線かもめの大村車両基地の一般見学の受付を始めました大村市宮商寺山丁目にある大村車両基地はおととし9月23日の西九州新幹線武雄温泉長崎間の開業に伴い誕生しました敷地面積は10万9000平方メートル 西九州新幹線かもめ6両編成の N700S が配置され定期的に検査や修繕を行っています一般見学は4月10日以降の毎週水曜午前10時からと午後2時半からの1日2回で1回あたり定員は8人から20人です映像による事前説明や検査・修繕設備の見学 車庫で車両の乗車や写真撮影もでき所要時間はおよそ2時間料金は無料です受付は昨日から専用ホームページ新幹線見学隊で開始しました見学を希望する人は24時間365日ホームページ上で予約できます